先輩、起きてください。仕事の時間ですよ。先輩、また飲んでばっかり。ちゃんと食べてくださいよ。確か今週はフルーツタルトがセールだったはずです。うん、ロシー、このルームの権限を与えてくれ。ふう、もう聞かないんですから。いつまでこの作業人力でやらせるんですかね。大型バグが起きて以来、ロー氏はデリートについて慎重なんだ。まあ時間の問題さ。この仕事も自動化したら私たちはどこに割り当てられるんですかね。さあな、きっと最適な仕事さ。このルームのオーナーで間違いないな。また餓死ですかね。うん、この数ヶ月配給されたインクをすべて冷蔵庫の生成に費やしている。だからこんなに冷蔵庫が。保存食を買った形跡もどうやらなさそうだ。パブリックへの外出記録もここ最近はゼロ。とにかくデリートするぞ。はい。結果はどうだったんですか？自殺だったよ。じゃあ、そうだな、自ら餓死を選んだようだ。でも狂ってますよね。餓死ですよ、餓死。一番苦しい死に方じゃないですか。相当信念が強くないととてもそんな真似できませんよ。うん。っていうか先輩、ご飯食べてますか？エリア内の栄養負荷は適正水準を保っています。魚類のインク量を 10% 減らしますので、ぜひこの機会に食生活を見直してみてください。続いては今月の職業調整を発表いたします。誕生日だったんですかね。ローシー、このルームの権限を。この1ヶ月ケーキにしかインクを使っていない。でも食べてない。電子ケーキは1年保存できるのに。先輩、食べたことあります？先輩、トラフィックを見る限り、出血の原因は加速剤の過剰摂取によるものだな。うん、こいつもどうやら数日間何も全く食料を摂取していなさそうだ。先輩、これ食べ物じゃなくてぬいぐるみです。でもぬいぐるみにかじりついた跡があるんです。つまり上の苦しみで加速剤を用いて錯乱した状態でクマちゃんにかじりついた。お腹が空いたらケーキを食べればいいのに。続いて娯楽指数です。観劇の需要が 1.8% 過多となっています。これより職業バッジを配布しますので、以下の条件に当てはめこれまでお世話になりました。私だけが調整を受けるとは、先輩はよっぽど掃除屋に向いてるんですね。次は何に割り当てられたんだ？積み木屋です。ほら、新しくできるモール、劇場が足りないから急遽増築するみたいなんです。完成したら息抜きに見に来てください。それより先輩、ご飯食べなきゃダメですよ。じゃあ元気でな。はあ、先輩も無理しないように。今月はマッチングイベントを実施。申し込みは明日までです。あなたにぴったりのパートナーを老師がご提案。ぜひふるってご参加ください。残念なお知らせです。エリア内の栄養指数が 0.6% 減少しています。ビタミンドリンクの使用、先輩、いい加減ご飯食べてくださいよ。お前、なんで俺のプライベートルームに？あれからたくさん考えていたんです。どうして皆餓死を選ぶのか。先輩なりにも結論が出たんじゃないですか。とりあえずピザでも食べながらお話ししませんか。ピザにパイナップルを入れた人類は天才ですよね。さあ、どうぞ。よしてくれ。労使の管理は日に日に完璧に近づいています。どうして先輩も餓死したがっているのか。とりあえず歩きませんか。労使はこの100年間、環境、職業、食事、健康、娯楽、恋愛、あらゆる社会活動を解析してきました。ああ、物理時代では得難い平等な幸福をもたらしてくれた。それは事実だな。だけどそれは人類が世界の王でなくなったことを意味する。だからそれに抵抗しようと労使の施しを一切拒否し始めたのでしょう。獣医師の極端な表れだよ。労使への嫌がらせに近いかもしれない。でも労使は人類の個性や自由意志を尊重してきました。不健康もまた個性ということです。強制的に人類に栄養摂取させることも可能なんです。だけどファーストがそれを許さなかった。教育や社会活動を通じて自殺的な行為を自浄するべきである、そう合意に至ったんです。これは老子による慈しみなんです。これまで人類に決して直接手を下さなかった。そこにつけ込んであなたたちは。絶食のきっかけはただの好奇心だったんだ。だけど次第に解放されてる気分になってきたんだ。電脳空間での見た目は当てになりませんね。すでに相当衰弱してるんじゃないですか、先輩。人類のちっぽけな最後の虚栄心さ。俺みたいなやつもいるのが人類だ。ほっといてくれ。死ぬだけだよ。これまで自発的に絶食をやめるよう努力してきましたが、どうやら無駄に終わりそうです。で、お前は何者なんだ？もう少し人類への介入を強めるべきですね。少なくとも栄養状態は致命的でした。介入度の強化には国民投票が必要です。今の勝率だと 30% がいいところでしょう。先輩の捨てた命、私がきちんと活用しますね。老子は直接手を下せませんが、特別な人間に特別な権限を与えることは可能なんですよ。安心してください、先輩。私は自分の意志で老子に忠誠を誓いました。自分の意志です。プライベートルームにて同時多発的に発生しているオブジェクトですが、人為的に起こされたバグだと見られています。原因を早急に究明すべく、本日より1週間、緊急メンテナンスを行います。セキュリティ強化にご協力ください。この期間、以下のエリアにて食料の配給を行います。指示に従って順番に